こんにちは、ゆうつらです。今回は、リッツカールトン東京のご案内です。一生に一度は泊まってみたいということで、非常にいいホテルなんですけれども、こちらですね。これはあのリッツカールトン東京のバーからの夜景です。東京タワー見えて最高にいいですよね。サービスがですね、やはり一番定評がありまして、誕生日に毎年こちらに泊まりに来て、ルームサービスの食事を食べて、誕生日を祝うという人も結構いらっしゃいますし、まあ、テレビでもですね紹介されていたのを覚えております。とにかく本当にサービスが素晴らしいということになります。まあ、館内にはですね、まあ、プールがあったりとか、いろんな、まあ、ジムなどの施設は当然ありますけれども、それぞれのお部屋を含めた、施設クオリティがすごく高いということになります。やっぱ六本木赤坂地区ということで、周りにはですね、高級レストランとか、美味しい、まあ、レストラン料亭などもたくさんありますし、それから今国立新美術館などもですね近くにありますので、まあ、芸術の街としてもですね有名で、まあ、そういった美術館博物館なんかもですねちょっと滞在中に見に行かれるのも面白いんじゃないかと思います。でそんなこうリッツカールトン東京を使ったプランがですね、福岡発着の、2日間のパックで出ておりまして、まあ、日本航空利用なんですけども、3万9800円というお得な価格でパックだとご利用できますので、ぜひ、おすすめ、しておりますのでご検討お願いしたいと思います。詳しい内容は画面下のコメント欄の上に商品詳細の URL を貼り付けてますので、ご覧ください。よろしくお願いします。